グローカルクロストーク、イエーイ。はい、このコーナーは、グローカルマーケティング採用チームの私遠藤大志が社内のいろんなメンバーをお招きしてお話を聞いていこうというコーナーです。今日は、営業部の渡さん、そしてコンサル部の藤井さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はなんとちょっとね、特別版なんですけれど、実はお二人群馬に行きます。イエイ。というね、ちょっとスペシャルな回を、お届けしたいなというふうに思ってるんですけれど、まあ、当社グローカルマーケティングといえば新潟に、まあ、本社があって新潟中心に活動している会社ですけれど、この度お二人群馬に行かれるということでね、護衛店です。護衛店ですね。群馬進出ということで、まあ、これまでもお取引自体は、群馬でも群馬だけじゃなくてね、いろんな県外であったんですけれど、群馬でこう地域創造をもっともっと加速させていこうということで、お二人、まあ、5月から本格的に行かれるということで、ちょっと今日いろいろお話をお聞きしていければなというふうに思うんですけれど、二人ともあれですよね、群馬のご出身で。はい、お二人は群馬県渋川市旧小町村の出身でございます。はい、はい、藤井さんは有名な沼田市、沼田市出身、出身ですね。二人とも地味にローカルなんですよ。そんなことないですね。 , 笑ってますよ。いや全然知らねえみたいな。いや僕はもう二人の影響で、そうですね、はい、渋川も沼田も、沼田こないで行ってきたんですよ。沼田こないでプライベートでね、遊びに行かせてもらった。許可しました。いや許可制じゃないでしょ。入国ビザとか言ったら、それビザとか言ったらなんか、そう悪い悪い悪い、よくない。本当に日本中が群馬をなんかバカにしていい。確かによくないっすよ。本当にいいところなんですか。本当にいいところです。日本で今日はその群馬の魅力みたいな部分と、あとはその群馬にこうかける思いみたいな部分をね、お二人からお聞きしていければなというふうに思うんですけれど、そもそもこの話が上がったのって藤井さん入社されるタイミングからお考えでいらっしゃったんですよね。そうですね、もともと私は群馬で働きたいなと思って、当時転職活動をしていて、まあ、当時ベトナムにいて、うん、オンラインで、まあ、大志さんとも話したんですけど、はいはい、ししね、で群馬地域活性化で検索したらグローカルマーケティングという会社があって、勤務地高崎市って書いてあったんで、おこれだと思って面接してみたら、あいやそんな求人は今はないですみたいな話に なったんです。すいません、すいません、大変失礼いたしました。まあでも、はい、でも群馬で働きたいということであれば、じゃあ、まあ最初 2,3 年は長岡で働いて、群馬に移るのはどうですかということで、今井さんから、社長の今井さんからお話しいただいたので、ぜひ働かせてくださいということで。千と千尋みたいな、ね、そういうきっかけだったわけですね。私はそうですね。渡辺君もその点で言うと、もともと群馬に行く前提でうちに入ったわけではないんですね。ではないんですね。でもやっぱりいつかは地元に帰りたいなという気持ちもあったので、うん、まあ、今井さんとこうお話しさせていただく中で、まあ、今年度よし、まあ、藤井さんもいてくださるというところもあるので、まあ、2人であればなんとかできるんじゃないかというお話のもとで、ありがとうございますということで、群馬で働かせてくださいと言わせていただいたという経緯でございます。なるほど、はい。これまで、まあ、渡辺君で言えばその群馬県 その商工会さんだったりとか、まあ、いろんなお客様のプランナーとして担当しているし、藤井さんも群馬結構ねセミナーで行かれることとか多いですよね。そうですね、最近特に増えてきて、うん、なんかこうそういう中でこう群馬でやる仕事ってやっぱ2人にとって違いますか。違いますね。渡辺君どういうところが違う。やっぱりこう、まあ、もちろん新潟10年目なんですけど、うん、11年目に入ったんですけど、すごくこう大好きなんですけど、やっぱりこう地元はまた何ですかね、地元トークができるみたいなはい、はい、ところがあったりとか、うん、あとまあ実家も家業をやってたりとかするので、うん、なんかそういう本当に、うん、身内じゃないですけど、やっぱ地元のご支援というのがすごい特別な思いになりますし、ここの皆さんを元気づけたらなというふうには
思ってますね、うん、はい。藤さんは何かご支援される中で感じるとこあります、はい、感じること、まあ単純に何でしょう、距離がやっぱり近く感じちゃいますね。実際近いかどうかはお客さんの、はいはい、思うところあると思うんですけど、うん、まあ、新潟でこういったお客さんだったりセミナーをする時ももちろん距離が近いんですけど、うん、やっぱり群馬の方が何でしょうね、距離が近いというか、なんかちょっと失礼な言い方になっちゃうかもしれないですけど、友達感覚というか、何でしょうね、やっぱり、そうですね、そういった感覚が少しあるのかなっていう、うん、やっぱあれなんですか、2人ともこう同じ血が流れてるじゃないけれど、そういうの群馬の人と話すと感じる部分ってあるのかもしれないです、ね、いやだと思いますまあそれこそご支援先でこう高校の同級生に会ったみたいな話とかしてましたけど、なんか新潟だとまあそれってないじゃないですか、はい、まあ、私は多少大学が新潟なので、たまに大学で同じはありますけど、うん、やっぱ地元が一緒とか高校が一緒、中学が一緒みたいなのっていうのはなかなか新潟で出会えるので、まあ、それが結局こう藤井さんがおっしゃった友達みたいな感覚は分かるなという気持ちもありますね。なるほど、うん、そう感じるところあります。まあそうですね、友達っていうとちょっとあれですけどなんでしょうね、すごい不思議な、ちょっとこれはもう言葉で表現できないですね。まあとにかく、まあ、フィーリング的なね。そうですね、すごい落ち着くっていうか、まあ、でもそれはでもやっぱあります。やっぱ新潟の人と話すより僕長岡の人と話すと落ち着くみたいな。そうですね、うん、まあ、でも群馬に帰ると群馬弁になります。ああ、なるほどね、うん、全然群馬弁が商談もご支援も群馬弁全然群馬弁出ますけどねだそのこう安心感みたいなところはね、絶対的に。そうですね、やっぱり血が群馬の血なんで。そうですね、はい、あるでしょうね、はい、なんかこう今後、まあ、本当にもうお住まいも群馬に引っ越されて、本当に群馬にこう根を張ってあの仕事をしていくことになると思うんですけれど、でも2人とも群馬で仕事をするは初なんですよね。そうですね、もともと最初ね、渡辺君は新卒でうちだし、藤さんもともと東京だったんですよね。そうですね、はい、そう思うとこう群馬で仕事をするは初めての経験にお二人ともなると思うんですけど、なんかこうそこにかける思いというかいや、ありますよ、はい、いや、それはあるでしょその意気込みを教えてください僕ですか。じゃあ太田君から。僕ですか。そうですね、まずはこう今も案件があると言っても、うん、言っても、まだまだもちろんグローカルマーケティングの名前も代表の今井さんの名前も知られてない中で、まあ、かける思いで言うと2つあって、1個目はとにかく多くの人にこうグローカルマーケティングだったり自分の名前を知ってほしいなっていうふうに1年目は動いていきたいと思いますし、あとはこう社内的な感じになってしまいますけど、やっぱり今後こういう展開をグローカルはしていくべきだと思いますし、していきたいメンバーもいると思うんですよね、うん、そういう時にやっぱりそのメンバーが今回群馬がうまくいかなかったから、やっぱり次例えば他のメンバーが他県でチャレンジしたいってなった時に、その、まあ、チャンスというか目をつぶさないような成果を出していきたいなというふうに思います。なるほど、はい、なるほど。藤さんどうですか。うん、私はもともと地域活性化っていうところに興味があったので、まあ、その特に町づくりというか、町づくりっていうのもインフラというよりかはなんかソフト面のインフラ、うん、その人々のコミュニケーションの場とか、はいはい、そういうものに興味があったんですね。なので、まあ、そういったところによりやっぱり貢献しやすく、まあ、そういったプロジェクトなんかも今後自治体さんなんかと手を組みながらやりたいなですとか、であとは、まあ、町自体がやっぱり活性化してほしいので皆さんに元気になっていただきたいっていうのがあるので、うんうん、そこがまさにマーケティングなんだなっていう、うん、マーケティングの出番だなっていうところで。そうですよね、でもそこは本当にそうですよ、はい、本当に入社するときはマーケティングのこと何にも知らなくて、それこそなんか SNS を使うやつかなとか本当にそれぐらいの知識、浅めのね、本当にそれぐらいの知識だったんですけど、はい、まあ、2年ぐらい経って勉強していく中で
もう地域活性化の鍵はマーケティングだなって 120% 今信じているので、やっぱり個々の、沼田だったら沼田の、まあ、いろんなちょっと外れの方にあるような小さなお店さんでも、まあ、大きな会社さんでもやっぱりそのお店さんとかの、強みっていうところを生かしながら、かつお客さん の, その、まあ、ニーズっていうところをちゃんと捉えながら発信していけば、どんなに小さなお店でも売れる価値筋ができる、その結果町日本全国の、まあ、町全体が活性化するというのが本当にマーケティングだなと思ったので、本当にそれをやり、まあ、自らの手でね、はい、そこをできるっていうところがですね、喜びになっていきますよね。 ありがとうございます。こうでもそれこそ今もじゃないけど、藤井さんが一番マーケティング沼にハマってるよね、今社内で。そうなんですか。一番そうだと思う。もう暑いっすね。ちょっと暑いよね。そう、さっきもミーティングしたけど、暑い、暑さやっぱ感じたし、うん、なんか暑苦しそうでしたからね。もういいよみたいな、ね、そんなことないですけど。いやでもすごいみんなメンバー含め理解してると思うし、うん、まあ、それ絶対こうお客様にも伝わると思うんで、そう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 、すごい、まあ、それに負けないように頑張るんちゃうと思うんですけど、ね、そうだね、そうだね、はい、コンビとして、ね、相棒として、ね、相棒なんで、バディ、よろしくお願いします。バディ、バディ、はい、それこそちょっとこう渡くんがさっき言ってくれたけれど、こう、まあ、みんなとはとは言ってもやっぱり離れてしまうっていうところがあるわけですけれど、うん、そこへのこう懸念じゃないけれど、うん、みたいなものって何か今まだねやってないから肌感覚では分からないだろうけれど、なんかでも今考えてるところとかってとかある？いや、新潟シックにはなるだろうなと思います。あ、まあ、10年もいれば ね。そうですね。今でもたまに長期連休で実家帰ってると、うん、新潟帰りてーってなるでシンプルに、そっか、やっぱり新潟シックにはなるだろうなと思いますし、まあ、とはいえ以上結構オンライン活用も進んでるので、うん、まあ、毎日の朝礼であったり顔合わせたりとか、まあ、全社ミーティングとか月1回とかは、うん、多分長岡に来るようになるので、うん、まあ、そういうところでコミュニケーション取れるんで、まあ、寂しくはなるだろうなと思いますけど、まあ、頑張らなくちゃなっての方が強いです。そうだよね、はい、そうだよね。まあ、社内で言えばさ、マネジメントっていう立場もあるから、そこの両輪っていうところがね。そうですね、頑張ります。藤井さんどうですか、でもその辺、はい、みんなとちょっと離れるっていうようなところに関しては。いやちょっと想像今のところできないですけど、私基本あんま会社来ない人間なので。いや、そういうとか、そうそう、だから、いやいや、でもとは言いつつもたまに会社来てみんなと喋りに来る時もあるんで、うんうん、はい、寂しいって言っといた方がいい。みんな見てる、みんな見てる、まあ、そうです。はい、寂しくなるなと思いますね。いや、嘘、これ言うと嘘みたいになっちゃいますけど、まあでもね、はい、そうそう、でも2人で行けるっていうのはやっぱりね、でかいと思います。そうですね、本当に良かったですよ。でこれもご縁だなと思いますけど、本当に2人じゃなかったら多分行くってなんないじゃないですか、シンプル。さすがに1人だとまた厳しいですし、あと奇跡的にこう営業部隊と、そう、プランナーコンサルっていうところも、ね、体制というところも含めて、本当に、まあ、なるべくしてなったというか、ね、そうそうそう、ご縁っていう、ご縁だなっていう感じですね、このタイミングでは、うん、まあ、まあでも、はい、新潟来なくなるわけじゃないんでね。そうですね、はい、まあ、密にコミュニケーションを取りながら、 でも本当に冒頭お話ししたように地域創造を群馬で広げていくっていうようなところで、みんなすごく本当に楽しみにしていると思うので、まあ、期待してないということはちょっと偉そうですけど、でも期待して見てたいし、私も出張で群馬行きたいなと思ってる。いや、ぜひ今年の社員旅行は群馬で行ったんだけどね、行った方で、はい、決まりだと思う。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に、普段はこのクロストークって見てくださって求職者の方にメッセージをお願いしているんですけれど、今日はちょっと特別版ということで、まあ、これからお世話になっていく群馬の皆さんにぜひお二人からメッセージを、まあ、ちょっとかける思いみたいな部分はね、お話しいただきましたけれど、まあ、これから根を張って動いていく群馬の皆さんにちょっと一言、まあ、ご挨拶というか意気込みというかを語っていただければなというふうに思うので、じゃあもう渡るくんから。はい、わかりました、はい。群馬県渋川市旧小町村出身の石田渡です。群馬は地元ですし、本当にこう
観光資源がすごいいっぱいあるなと思いますし、もっともっとこうインバウンド需要であったり、まあ、地元を渋川とかを見ていてももっとやれることあるのになって、やっぱりこういった会社に勤めてからすごい思っていて、そのもっとやれることあるなっていう気持ちと、もっとやりたいんだなっていう事業者さんに対して、その僕ができることは全力で注がせていただければと思ってますので、群馬でご縁をいただいた事業者様のためには全力で頑張らさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。じゃあ最後、藤さん。はい、群馬県沼田市出身の藤井俊介です。そうですね、群馬、まあでも私もともとインドとかベトナムとか、海外で前職働いたりしていたこともあって、群馬ってめちゃくちゃいいとこだなというのは本当に感じて今おりますので、まあ、海がないっていうところで山の、まあ、自然であったりとか、まあ、温泉、山菜ですとか。海がない話絶対いらないですよ。だからそのあれですよ、海がないからこそのやっぱまた魅力がいっぱいあるなと。そうですね、はい、まあ、それこそ温泉だったりとか、ね、山菜だったりとか、ね、山だったりとか、はい、キャンプ場だったりとか、そうですね、はい、まあ、そういった群馬の良さっていうところを、私も今後皆さんとお会いしながらもっともっと見つけて深掘りして、それを、まあ、群馬県内ですとか全国聞いては海外の人たちにぜひ発信していけたらななんてことを考えておりますので、ぜひ、私にお会いする際は優しく接していただけたら非常に嬉しいです。以上です。はい、ありがとうございました。なんかやっぱりこう失敗したかな、はい、いやいや、藤井さんらしい、非常にらしいコメントをいただいたなというふうに取り直したいですね。はい、ぜひこれから群馬で活躍2人を優しく見守りつつ、いろんなところでぜひ頼ってねいただければなというふうに思います。というわけで今日はお二人、群馬に行かれるお二人にお話をお聞きいたしました。またしばらく経ったら経過報告でクロストークまた出てもらえればなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はここまでということで、ぜひ、高評価、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。